はい、星野源のオールナイトニッポンでございます。ゲストは引き続き音楽ジャーナリストの高橋義明さんでこんばんは、よろしくお願いします。はい、いや終わりましたね、終わりましたね。4曲でやれましたね。なんとかノルマクリアしましたね。よかったよかった、うん、それでも相当ね相当予定時間オーバーしておりますけども、なんていうかもうずっと喋れるっていう、なんかダラダラこうやって音楽の話だけしていたいですよね。もう曲何でもいいんじゃないかって話しましたね。ただただ個人的に好きな曲を流してアーダコーダー言うっていう、いいよねみたいな、これ好きみたいな話だけをするラジオっていうのもあっていいんじゃないでしょうか。そういう回もぜひ作っていただけると。ぜひぜひぜひ。あのファミリーソングでも発売して、はい、リリースしてもう1ヶ月ぐらい経ちましたけれども、はい、うん、なんかすごい感慨深いですよ。こういうふうにいろいろ曲についてがっつり話すっていうのはあんまりここまではやっぱないので、はい、でも特に今回はそういう、うん、なんだろう、インスパイアされたとか、うん、影響受けたとか言った方がきっと面白いんだろう、パターンだろうなと思ったので、うん、でも一人だとやっぱここまで長く話せないんで、うん、はい、ありがとうございます。いや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 、ファミリーソングってもうなんか自分で言うのは恥ずかしいんで総括お願いしてもいいですか。総括お願いしていいですか。僕が言うのもなんなんで。そうですね、総括になるかわからないんですけど、この間のコンサートライブ見て、ファミリーソングライブ初披露だったじゃないですか。そうでした、ええ、うん、それで聞いてこうちょっと考えたことがあって、はい、星野さん透明少女やる前にナンバーガールの透明少女カバーしました、はい、弾き語りで、はい、震災のお話をされてました、ね、うん、はいはい、はい、それでちょっと思ったんですけど、うん、前ある方がですね、うん、芸術というものは、うん、平時よりこう有事の備えになってなくてはいけないっていうことを言ってた方がいて、うん、まあ、要はその有事にの時に初めてその、うん、なんですかね、その芸術の強度が試されるみたいなことでもあると思うんですけど、うん、でその星野さんのその透明少女やる前の震災の話を聞いていて、ちょっとそういうことを考えてたんですよ。考えながら、うんうんうん、コンサート見てて、うんうん、で星野さんインタビューさせていただいた時に、うん、ファミリーソングの、うんうん、まあ、作った動機とかで、はいはい、まあ、最近のちょっと閉塞感のある時代の風潮とか息苦しさみたいなところに影響を受けて作ったところもあるみたいなことを話してますね。そうですね、なんていうかほっとしたかったとか、影響を受けてっていうよりもなんかこうそうじゃないものっていうか、うん、息苦しくないものを作りたかったっていうのはすごくあります、うん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 、でなんだろう、ファミリーソングはそういう、まあ、もうあんなこと起こってほしくないんですけれども、うん、そういうまあ、窮地に立たされたような時とかに、うん、すごい力になってくれる曲になるんじゃないかなって気がすごいしましたね。今はなんかすごい幸せな気持ちにしてくれる曲ですけど、うん、本当に辛い時、もう、うん、もうどん底の目に味わった時に寄り添ってくれる曲、エネルギーをくれる曲になるのかなって気がすごいしましたね。それは嬉しいです、なんか僕も自分の曲に励まされる時っていうのが何度かあって、うん、その頭の手術で入院して、はい、もう辛い、一番辛い時にテレビから、うん、フィルムという曲の、が流れてきて、うん、なんかすごいこう自分がこう明るい歌とか自分なんかこう寄り添う歌とか、うん、何かこう聴いたら何か励まされたりとか、そういう曲を作ってみたいと、それも震災の後に作った曲なの で、はい、でそれで自分が励まされるっていうことがあるんだっていうのが、うんうん、っていうか自分だからこそ、あ、俺しっかりしなきゃみたいななんかそう背中を押されるっていうか、あと正されるっていうか背筋伸ばされるみたいなのがあって、だからもしかしたらなんか自分が今後辛い時とか、うん、もしかしたらファミリーソングに励まされる時が来るかもとか思ったりはしたんですけどね、うん、そういう感じすごいしますね、うん、でなんでなのかなっていうふうに考えたんですけど、うん、やっぱすごい生活を丁寧に歌ってるところなのかなっていうちょっとしましたかね、うんうん、生活ね、生活は大事ですよね、うん、なんていうか、でもそのなんだろう、こう本当にただ生活のあることだけを歌うと、うん、生活感の説明だけになってしまうんで、はい、なんかそのそうじゃないもの、うん、かつでも
やっぱ自分たちのそのソウルミュージックってやっぱ生活に根付いてる音楽じゃないですか、はい、だからそういうところで、うん、自分が生きているここっていうものをちゃんと入れたいなっていうのはすごく気持ちとしてはあります、うんうん、そうですね、だから、うん、本当にソウルミュージックをこう雰囲気で歌ってないというか、嬉しいね、ありがとうございます。もう生活に根ざしたソウルミュージックを歌おうとしてるっていうのを本当に改めてあのコンサートで聞いて噛み締めて、よかった。だって曲始まって出てくるフレーズ、よだれ、タオル、救急車とか、ね、救急車、夕方のメロディー、うん、やっぱり雰囲気で歌おうと思ったらこういうフレーズは出てこないだろうなって感じがしますよ、ね、あ、そうですね、うん、よだれはやっぱすごくハマった時に飽きたっていう感じはありましたね、うん、涙じゃないっていうのはすごく自分の中ではありましたね、うんうん、よだれはもう悲しくても楽しくてもどっちでも出てくるんで、うん、あの全員に当てはまるものだと思うんで、うんうん、そうですね。あ、であと最近ちょっと思ったのが、はい、あの僕忙しくしてて止めてたものっていうのがいくつかあるんですよ。映画2本とゲーム1本、はい、その買ってたんだけど買ってたり楽しみにして映画公開してるけど見に行けないみたいなのがあって、はい、それが結構長いこと忙しかったんで続いてて、であの先々週先ん3週間ぐらい前にあのレゴザ、僕レゴザムービー大好きなんですけど、はい、バットマンのレゴムービーがあのビデオでリリースされて、もう劇場すっごい見に行きたかったんです、はい、行けなくて、でやっと見れると思って、でリリースされてちょっとしばらくしてからあの見たり、であと今日もうちょうど今日、はい、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのボリューム2を見て、はい、でそれと、1週間前ぐらいにこれ1年寝かせてたんですけど、スチームっていうあのゲームのサイトがあるんですけど、ゲームもう本当にあの世界中のゲームが集まるゲームサイトで、それをダウンロード、あのお金払ってダウンロードして遊ぶっていう、はい、あのものすごいでかいところがあるんですけど、うんうん、それのスチームで PC ゲームでアンダーテイルっていうゲームがあって、それを1年あの寝かせやれなかったんです。ずっと逃げ始めぐらいに買って、うん、あのやりたいけどやれなくて、ずっとあので情報遮断して、もう絶対面白いはずだからもう情報遮断してずっと聞かないようにして、やっとできたんですこの数日で、はい、あの夜寝る前の数時間とかをちょこちょこやって、でそのバットマンもレゴバットマンも、うん、あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーも、はい、アンダーテイルも最高に面白くて、うん、もう幸せって感じなんですけど、でそれもそれどれもファミリーソングリリース 後に全部見たり体験したんですけど、うん、あのファミリーソングで僕が言ってたような家族、これからの家族、うん、で血がつながるとか関係なく、あのまあ、自分が愛している人とか、あの、まあ、なんて言うんだろう、人間じゃなくても、でそれがあの家族になれるんだっていうようなこととか、でそういうなんか共通点が全部にあったんですよ。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーもろですね。もろそうですよね。でレゴ・バットマンもそうなんですよ。そうなんですか。でアンダーテールもそうだったんですよ。でそれでなんかすごく嬉しかったんです、うん、それが、うん、なんか、まあ、もちろんその完全な同時代ではないけど、うん、割と同時代性っていうものを自分がそれを摂取しない状態で、うん、あの感じれたっていうか、うん、作れたっていうのがすごく嬉しくって、うん、でそれを今日そのアンダーテイルとあのバットマンだけの時はなんか特に思ってなかったんですけど、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム2見てやべえと思ってマジかーって思って、一つのまあテーマというかね、そういうところあれやっぱもうなんかね、うん、もう泣いちゃうんですよ、そのあそこやっぱ泣いちゃうじゃないですか、その読んでもう泣いちゃうっていうね、うん、でワンダーっていうのはラストでもうずっと泣くっていう、で昨日の夜中やっとクリアしたんですけどもうずっと泣くみたいな、最後の下りでP ルートっていうのがあるんですけど、はい、トゥルーエンドみたいなところがあるんですけど、それでもうああみたいな、今ちょっとうるっと来てます、はい、いや思い出してあれね、本当に面白いんです、よかったらやってください本当に面白いんで、衝撃的な内容なんですけど、すごくあの日本のゲームに影響を受けた、はい、あの海外のゲームで、うんうん、やっぱその同時代性っていうのはすごい星野さんは大事にしてる、あ、うん、いやでも大事にしてるっていうよりかは、うん、それをその無意識にやられたっていうのがすごく嬉しくて、うんうん、
だからなんかよくリリースこのタイミングでリリースできてよかったなってすごく思いました、うんうん、ファミリーソング、うん、はい、じゃあちょっとねまたもしここまで来て買ってない人がいるんでしょうか、もしやそこのあなた今からでもやるんですよね、配信もあるんですよ。CD もいろんな方法があるんですよ。というわけで、いや本当にね、はい、2週にわたって、ファミリーソング解説、本当に吉崎さんありがとうございました。はい、これを機会にいろんな音楽を聴いていただけたら嬉しいなということで。はい、でね、はい、では最後にね、最後に、まあこの後まだまだ吉崎さんお付き合いいただきますが、ファミリーソング解説、最後に、表題曲聴いていただきたいと思います。星野源で、ファミリーソング。